聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第3章30節です。口語訳新約聖書の139ページ。今日はこの聖書の箇所から謙遜の極みと題して亀田勝彦先生に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。彼は必ず栄え、私は衰える。おはようございます。はじめにお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、イエス様、聖霊様、素晴らしいこの父の日の礼拝、共に集いあなたの前に心からあなたを見上げて礼拝を捧げることができる恵みを本当にありがとうございます。お証を通して、特別賛美を通して、本当に私たちは特に父を通し、本当の天の父なる神様の深い深い愛を味わうことができる、表してくださることができることをまた覚えて心から感謝いたします。父さんの手紙、それは本当にこれから分かち合うこの聖書の命の言葉であることをもう一度思わされました。そして聖書の言葉は、イエス様、あなたご自身、あなたご自身が手紙であることをまた覚えることができました。どうぞあなたの愛が溢れているこの神様の言葉を通して、どうか私たちにあなたの愛を知らしめてくださいますように、どうぞお願いいたします。すべてを主にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は父の日ということでありまして、昨日ふと思い出しました。私も2人の子供父と今なっております。父の日の、由来、皆さんもですね、聞いたりしていることがあるかと思いますけれども、なぜ父の日ができたのか、それは母の日があったからですね。母の日があるのにどうして父の日がないのか、そういうところからできたのが、父の日であるということです。細かいことは言いませんけれども、ですからやはり一般的にどっちかというと母の日の方が、メジャーな感じですよね。ですから私も調べて聞いてみました。母の日の象徴する花は何か、妻に聞いてみたら、カーネーション。そうですよね。誰でも大体こう、そうだな、そんなふうに思いますけれども、父の日の象徴するお花は何でしょうか。分かんないですよ。分かる人いますか。調べたらちゃんと書いてましたね。それは黄色いバラだそうです。一応説明書いてんだけど、読んでもよく分かんないので、ここでは言いませんけれども、そういう感じですね。いや本当にですね、まず母の日があって、それから父の日。これはですね、生活の中でも、家庭の中でも、多くのところでですね、やはりこう母というか妻というか、そこからこうなんかその後で来ているようなでね、気がしないでもない、そんなことをね感じるわけであります。ところが聖書を見ると、これは逆なんですよね。アダムが作られてからエヴァが作られてるんです。おかしいな、やっぱりこれは罪が入り込んだせいで、罪の世界が入ってしまったとよって、このなんか経緯が逆転してしまっているのか、そんなふうにですね、この父の日を思ったりですね、しているわけです。なんとかこれをしないといけない、そういうふうに思ってもですね、決して自分の力ではできない、そんなこともですね、横にいる方の顔を見ながら思ったりするわけですけれども本当にでも今日も証を通し、特別賛美を通して、本当に父には特権が与えられている、天の父なる神様の
誰一人として滅びることなく永遠の命を得るためにキリストというこの愛を示されてくださった、この深い深い天の父なる神様の愛を表し伝えるために存在しているもう最高の立場にあるんだ、そんなことをですね、証しや特別賛美を通して確認することができました。本当に感謝であります。今日は父ではありませんけれども聖書の中の素晴らしい男性です、その方のことを見ながらですね、謙遜の極み、本当にですね恐れ多いこんなですねタイトルでありますけれども、そのことをですね共に分かち合っていきたいと思います。もう一度聖書、今日の聖書を読んでいきますけれども、ヨハネによる福音書の3章の29節から読んでいきたいと思います。花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうしてこの喜びは私に満ち足りている。彼は必ず栄え、私は衰える。まあ普通であれば、彼は必ず栄え、私は衰える、いやなんと悲しいことか、あの人はどんどんとみんなに褒められ、そして注目を浴び、いや私はなんてことかとつながりそうな言葉であるけれど、ところがどっこい、このことを語ったバプテスマのヨハネという方は、彼は必ず栄え、私は衰える、この喜びは私に満ち足りているというふうに語った、まあ、そういう言葉であります。彼は必ず栄え、この彼というのはイエス・キリストのことであります。人間的に言えばバプテスマのヨハネの約半年、年上のいとこにあたりますね、そのイエス・キリストが必ず栄え、そして私は衰えていく、これが私の喜びだ、まあ、そういうふうに語っている言葉です。それだけとってみても、どれほどこのバプテスマのヨハネが何か謙遜に満ちているなということを感じる、まあ、そういう聖書の箇所ではないかと思います。もう一度このバプテスマのヨハネ、どういうまず人物であったのか、ですね、共に分かち合っていきたいと思います。まずこのバプテスマのヨハネは、素晴らしい血筋でしたね。祭司の血筋、ザカリアとエリザベツというですね、ご両親、祭司です。ですからしっかりとした名だたる、血筋を持ってそこで生まれてきたということが分かります。そして出生の時にこれは奇跡のただ中で生まれました。エリザベスとザカリアは高齢であったので子供が、まあ、できるはずのないような、まあ、そんな状況でありましたけれども、ある時に、神様から子供が生まれると言われてですね、でもその時に、そのお父さんザカリアは心の中で、いやそんなことあるわけないとその言葉を捉えることができなかったために、あなたの子供ヨハネが生まれるまであなたは口が聞けなくなると言われて推しになってしまいました、みんなに注目されみんなに知られているですね、有名なザカリアですから、周りの人たちからもですね、一体どうするんだ、心配されながら見守られていたわけです。でヨハネが生まれた時に、やはり神様の言う通り生まれて口が聞けなかったのが口が聞けるようになり、ザカリアはよどみなく、ね、口が聞けなくなった時に口が聞けるようになった途端主を賛美し始めた、そういうことがですね聖書に書いています。ですからこのヨハネは奇跡の中で出生し、そしてそのことはその人々にですね一気にこう、ね、広まっていったというふうに聖書に書いています。多くの注目の中で、生まれてそして
育っていきました。そしてさらにそのバプテスマのヨハネが生活していった、その生活はどういう生活であったのか、聖書のマタイ3章4節というところにはこう書いてます。代表して読まさせていただきますけれども、このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜とを食物としていたと書いています。これは特別な生活ですね。性別された生活といいますか、この世のさまざまなですね、誘惑や魅力や、そういうものから、ね、遮断して、そして荒野で、そのようなラクダの毛衣、革の帯、食べるものはイナゴと野蜜、そういう生活をですねして、本当に神様だけを見つめながら、その町の中で生活している、まあそんな生活をしていったわけであります。まあラクダの毛衣も川に帯を締めますから、まあ言い換えれば革ジャン着たいですね、まあ、そういうことですが、今で言うと高級なのかなとね一体思ったりもしますけれども、まあ、そういうことではないと思います。まあそのような生活をしていきましたから、バプテスマのヨハネは人々から知られて、そして注目を浴び、そういう生活をですねしていったに違いない、まあそんなふうに思うことができます。そしていよいよバプテスマのヨハネが神様から言われたその宣教が始まりました。これも聖書マタイによる福音書3章の1節から3節ですけど読まさせていただきますが、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。バプテスマのヨハネは自分に与えられたイエス様をが救い主であるということを皆が知るために、その道を備えるという宣教を始められました。このバプテスマのヨハネが言われた言葉、それはやはり皆がですね注目し、そして信頼に足る方からの言葉ですから、人々がどんどんとこのヨハネのもとに集まってまいりました。そして水のバプテスマ、洗礼をですね人々に多く授けていったということが聖書で見ることができます。そのような人生、バプテスマヨハネがなされていきましたけれども、この流れを見ていきますと、バプテスマのヨハネは本当に生まれる前から人々の関心が与えられ、そして特別の生活をし、そして宣教をし、本当に人々から知られ、人々から認められる、そのような生活人生をですね送ってきた、そのような人物であるということを知ることができます。しかしながら、そのように人々に注目され続けていたにもかかわらず、決しておごり高ぶることがなかったということですね。自分が何者であるか、何のために存在しているのかというところから決してぶれずに歩み続けて、そして救い主イエス・キリストを人々が信じるための道備えをするために宣教をしていくというところから、このヨハネはぶれることがありませんでした。ですから最初に読んで言ったように、彼は必ず栄え、私は衰える、これが私の喜びだというふうに心から言うことができたということであります。
バプテスマ・ヨハネはこのようなことを見ていくときに本当に謙遜に満ちたそのような人物であった、そんなふうにですね思うことができます。また一方でこのバプテスマ・ヨハネはそのような生活をしながら人々に対して大変厳しいこともですね、おっしゃっていますね。ルカによる福音書の3章7節というところではこう書いています。人々に対して宣教し言いました。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。厳しいですね。まあ、これだけ読むとなんとひどいことを言うんだというふうにですね表面的に思ってしまうかもしれません。でもバプテスマ・ヨハネは謙遜に満ちていたので、人の顔や顔色やどう思うか、そういうことにはとらわれず大胆に語るべきことを語ることができたんだ、まあ、そういうふうにですね知ることができます。このヨハネの姿を見ながら、イエス様ご自身がヨハネをこのように評価している言葉があります。これもマタイによる福音書11章の11節というところですけれども、あなた方によく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。イエス様はバプテスマのヨハネに対してこのように言われたところがあります。女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。地上で生まれた誰よりもバプテスマのヨハネは大きい偉大な人物だ。まあ、今日のお話の中で言うならば、バプテスマのヨハネよりも謙遜な人物はいなかったと言い換えてもいいかもしれません。バプテスマヨハネは本当にイエス様からも、また人々からもこの謙遜に満ち足りた、そんな人物であったということがわかります。このバプテスマのヨハネこそ謙遜な人物の、まあ、模範的な姿ということができるではないでしょうか。父の日ですから男性もこれを見習っていかなければならないのか、いや難しいな、そんなふうにですね思います。聖書でいうこの謙遜の姿、謙遜というのは一体どういうことなのか、まあ、一般のこう大辞泉という聖書じゃなくて辞書を読むとですね、一般的にはこう書いてます。へりくだること、控えめな態度を取ること、またその様である。控えめな態度を取ること、まあ、これはなんかなんとかねできそうな気がしますよね。なんとこう、まあ、我慢、ここで我慢しながらもなんかこう謙遜ぶるというかですね、控えめぶるというか、で心の中でずっとね思ったりしながら、まあ、できなくはないなと思いますけれども、しかしこのバプテスマのヨハネから教えられる聖書が言う謙遜の姿というのはどういう姿なのか、これは私の言葉で、言うならば、謙遜とは一言で言うと神だけを恐れ神だけに従う人、これこそが謙遜な姿である、そんなふうにですね感じます。だからといって神だけに従うんだから人には従わないにはならないんですね。なぜかというと神だけに従おう、神様が言われた言葉だけに従おうというと、聖書の中に父は、夫は妻を愛しなさいとかですね、互いに愛し合いなさいとか、まあ、そういう言葉が書いてますから、神だけに従うと
そうしなければならなくなるんですね。ですから、まあ、両方一体だということになります。でも一番の根本は、謙遜というのは神だけを恐れ神だけに従う、これが謙遜の姿である。そのことをですね、聖書を通して、このヨハネの姿を通して教えられるのであります。私たちはこの聖書を通して謙遜に生きていく。人にでもお金でもない、妻にでもない、子供にでもない、ただ神だけに従っていく、そのような謙遜の姿を身につけていきたいなと、そんなふうにですね思うわけであります。じゃあどのようにしてこの謙遜を身につけていくことができるのか。本当にこの教会はですね、そのような御霊の実を結ぶことに長けているというか、そういうふうに教えられている、そういうですね実践の教会であります。ずっと聞き続けているんです。でもなかなかならない。どうやったら謙遜になることができるんだろうか、まあ、そんなふうにですね、思ったりします。最近、まあ、先輩、尊敬するですね先輩である、米野博明さんという方がいますけども、その方が今本当に熱心に、読んでいる、本があるんですね。それは岡野俊之先生という人のですね、牧師先生の本であります。そしてなんか私にもこれ、読むようにと言われて本を出されました。見たら熱かったんです。ですから私はうっと思いました。いやちょっと読みたくないななんてですね、思ってしまったんだけれども、まあでも、尊敬する先輩に言うことだから、まあ読むか、まあそう思ってですね、読みました。まあ読むとですね、でもね、教えられることはたくさん書いてるわけです。その中で一つの言葉がですね、心に留まりました。守るのではなく従うということです、ということが書いていたんです。でそこで、私がちょっとそこでですね止まりました。守ることはできなくても従うことはできると書いていたんですね。ですから守ることはできなくても従うことはできるということは一体どういうことなんだろうかというふうにちょっとこう頭で思い、巡らしたんですね。そうしたらちょうどいいタイミングで、妻から声がかかりました。仕事に行く時間になって、掃除をする時間がなくなってしまったのよ、時間があったらしといてくれないとお願いされたんです。私はその時夜勤だったのに日中時間があったんですね。時間はあるんだけれど、やりたくないと思ったんですよ。まあ、あんまり掃除物は好きじゃない、ないなとね、まあ、好きな人がいるかもしれませんけどですね、思いました。やりたくなかったんです。でも考えて、いやこれをもしやらなかったらどうなるか、信頼にひびが入ったらどうなるだろうか、地獄になるんじゃないかですね。まあ極端な話ですけども、まあ、いろんなことを思いながら、結局その言葉に従おうと、まあ、心の中で判断したわけであります。まあ大したね、ことではないんですけれども、その時に、あ、これが守るのではなくて従うということなのかなということを悟ったんですね。いや神様は祈る前から本当にすごい、こういうことに関しては本当にすぐにこう現場を与えてくれるもんだなと思って感動したんですけれども、守ることはできなくても従うことはできる、まあ、言葉自分ではやりたくないと思っても、でも誰が言ったかという、その言った方を見るときに、あるいは言った人を見るときに、やりたくない、いやよくわからないなと思っても、まあ、従うということはできるんだということが、まあ、なんとなくこう分かったわけです。
そう思いながらその本を読み進めていったらば、書いてましたね。主を愛するがゆえに従うというタイトルが出てきました。ですから、そういうことなのかというふうにですね、思わされたことがありました。ここで言う守る、守るためにはその言葉を自分でやはりこう理解して、そしてそういうことか、じゃあこれを守ろうと思って、やっぱりこう自分で守らなければなりません。しかし従うということは、言葉の意味がたとえよくわからなかったとしても、その言った人を信じるがゆえに、信頼するがゆえに従う。いや、尊敬する先輩が言うことだから読みたくないけど読もうか、そんな感じですよね。あるいは言ったその人、あるいはその方の権威の上に従っていく、そういうふうに言うこともできるかもしれません。守るというのは自分で守っていく、従うというのはその関係の上に従っていくということなんだということをですね、教えられました。この信頼関係が本当にですね、深く深く結びついていくならば、私たちは即従っていくことができるということです。ですが、もし私が掃除してと言われたときに、ものすごい信頼関係が満ち満ち溢れていたら、きっと、こうなるんじゃないかなと思うんですね。掃除してと言われたとき、おお、いいよ、嬉しい、あなたの言われたことは何でもしたくてたまらないんだ、それだけが人生の喜びだから、そうやってですね、もう言葉になる前から体が動いていたかもしれません。その域に達するにはですね、まだまだ修行が足りないな、そんなふうにですね、思うわけです。しかしこのバプテスマのヨハネを見ると、彼は必ず栄え、私は衰える、この喜びは私に満ち足りているというわけですから、本当に心から喜びあふれて、私が神様が与えられたこのイエス・キリストという救い主をこの皆に備えていくために、そして皆がそのようにイエス・キリストを信じていく、そしてその人についていく、今まで私の弟子だった人々はそちらにどんどん行く、これが最高の喜びだと言って、バプテスマのヨハネはこのような言葉を言ったのです。本当に謙遜に満ちた方であるということを知ることができるわけです。私たちがこのような謙遜という御霊の実といいますか、身につけて生きていくためにはどうしたらいいのか、それはやはりひたすらに主との信頼関係を築いていく、それしかないわけですね。神様からいかに愛されているかということをより深く知っていく他にやはりこう道はないわけです。私たちは日夜ですね、それをですね、思いながら、願いながら、求めながら、日々歩んでいるのではないかなというふうに思います。しかし思うようになったり、なかなかうまくそれが気づけていなかったり、いろいろ心がですね、揺れ動いたりするのではないかなというふうに思います。この主との信頼関係を築いていくためにどうしたらいいのか、こういろいろ考えてもですね、実はこうだという答えが出てきませんね。私からはとにかくこの日々の生活の中で身もだえしながら、この関係を築くことを心がけて、本当に求めながら、もう必死に歩むしかないんじゃないか、そんなふうにですね、思うわけです。このバプテスマのヨハネを見ると、
生活はすごいですね。性別された生活、まあ、それと比べると私の周りにはですね、この世の魅力がいっぱいあります。本当にですね、自分のことを考えてみるときに、求めていると言いながら、神様との愛されていることを深く知りたいと思っていると言いながら、気がつくと違ったものに求めています。インターネットを見たり、スマホを見たり、うまいものを限られた中で食べてみたり、いろいろしてですね、そうやってやはりその目の前の本当は神様に愛されていることを知ることが最高の喜びになり、力になるはずなのに、違ったものに目を向けて生きて、そこに時間をたくさん費やしている自分に気づくのです。まだまだ余裕があるんだな、そんなふうにですね、思うんですね。そんな矢先に、海外に宣教していった方の証をですね、聞きました。パキスタンというところに行った方々がですね、宣教の話を聞きました。パキスタンは本当に日本に比べるともうとても貧しい、イスラム教が中心の国であります。クリスチャンは少ない。その牧師先生も本当に貧しい生活で、古いですね、家の中で、日本のようにですね、この電化製品があるわけでもない、そういう生活です。でもやはり私が多く聞くように、その方々に福音を伝えていくと、目が輝いて、そして素直にどんどん神様の愛を捉えていくというのです。貧しいからこそ、周りに何もないからこそ、神様の愛が染み渡っていく、そんなことをですね、感じさせられました。じゃあだからといってこの今の生活を全てですね、振り払って、バプテスマのヨハネのようにこの仙人生活をして生きるかというと、いや、したくないですね。いや、ちょっとね、こう水洗トイレもなくなってね、あのボットン便所、やっぱりね、なんかこう嫌だなって思ってしまいますね。まあ、そういう自分です。まあ、こうそういうことを感じるわけです。でも人の関係を深く味わいながら、でもこの謙遜を主からいただき、そして深い深い神の愛を味わっていきたい、そういう思いもあるのです。私たちはそういうただ中で、できるところで精一杯礼拝を捧げて、祈りを捧げて、ディボーションをして、そしてとにかく、まあこれをやればどうだ、いろいろありますけれども、とにかく主を求めて生きていく、それを成していくときに、神様が必ず私たちの生活のただ中で、神を求める機会や神を求める気づきを必ず与えてくれる、そのチャンスが与えられていくんだということを私たちは知るのではないでしょうか。このバプテスマのヨハネも謙遜の極みを生きておりましたけれども、このヨハネも人間でやはり弱さがあったようですね。救いがあります。一度心が揺らいだ時があります。それはバプテスマヨハネがその時の当時の王様の悪事を暴いてはっきりと申し上げた時に、そのことによって牢屋に捕らえられました。そして1年ほど経ちました。やはりですね、そのような牢獄の中で一人で、外がどうなっているかわからない、そんな状況の中でいた時に、心が少し揺らいでしまったのかもしれません。そしてこのように言いました。バプテスマのヨハネがイエス様のもとにですね、自分の弟子を送って、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうかと尋ねさせたと書いています。確信を持って救い主イエス・キリストを述べ伝えていたはずなのに、心が揺らいで、
他に誰かを待つべきでしょうか。そんな揺らいだ言葉をですね、ヨハネは発したんですね。でもよかったです。イエス様ご自身に直接聞いたからです。その後イエス様は本当にバスプテスマのヨハネを力づけ励ますことをですね、お弟子さんに与えました。私は心が揺らぐ時がある。その時にそれはチャンスであり機会である。イエス様に、神様に、聖霊様に尋ね求めていく。その時に私たちがこの人との信頼関係を築く、一歩関係を深めていく大きなチャンスとなっていくんだということをですね、教えられるわけであります。私たちを愛してやまない天の父なる神様、一人を惜しんでも惜しくないほどに私たちを愛してくださる天の父なる神様、そしてその愛に応え、愛を最高に表してくださった私たちの罪の身代わりとなって十字架についてくださったこのイエス様、3日目によみがえり永遠に生きておられ、今も私たちを励まし養い育て、憩いの右側に伴わせてくださるこの父なる神イエス様、聖霊様、この主に私たちが機会あるごとに尋ねを求めていく、その度ごとに私たちはこの主との信頼関係を深めていくことができるということです。私たちはその機会を逃さずに、その時に主に祈り求めていく、そして信頼を勝ち得る、時としていく、そんな生活をしていく時に、私たちがこの人生の中で一歩一歩神様の愛を満喫していき、そして私よりも誰よりも本当に神様を褒めたえること、神様が現れることが最高の喜びだ、心から思うことができるこのバプテスマのヨハネの信仰の歩みを私たちも歩むことができるんだということを教えられるところであります。今週もそのような主を求める、そのような日々の生活を共にし前進してまいりましょう。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、イエス様、聖霊様、どうぞ私たちは信仰の薄い、誘惑に弱い、そのようなものです。しかしあなたはいつも私たちを愛してくださり、あなたに立ち返り、そしてあなたが愛しておられることを知る機会を私たちに与えてくださっています。どうぞいつもいつも主に祈り、そしてあなたの愛を知り味わい、愛に言うことができるようにどうぞ導いてください。心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。